サイルイスプレイのデモンストレーション必死性兵器とは、相手を死傷させることなく、無力化する兵器である。ノンリーサルウェポンとも。これらの兵器は、暴動鎮圧などで、警察や軍隊が民間人に対して発砲して、殺傷することが、社会問題化したことに関連し、人を殺すことなく、暴動を鎮圧する方法が求められたことから、誕生したものがある。 また犯罪者の検挙では、犯人が逃走したり周囲に危害を及ぼす恐れがある。場合に、その行動を阻むために、致死性の武器を使用すれば、犯人の罪を裁くことはもちろん、更生する機会すら失わせることにもつながるため、これを生きたまま捕獲するための補助にも利用される。なお重大な後遺症を残さないと考えられる。七死、致傷性のものに関しては、誤射したり外れて、 関係のないものにあたっても安全性が高いとして、警備会社や民間人の自衛手段として用いられるものもある。ただし、七支製兵器の使用に際して、死傷事故が起こるケースもあり、常に必勝が保証されているわけではない。1980年代の南アフリカにおける反、アパルトヘイト闘争で起きた暴動では、ゴム弾でも至近距離で発射された場合に死傷者を出したケースもある。 日本でも安保闘争や三里塚闘争において発射された催涙弾の直撃を受けた者が死傷している。1990年代より広く利用されるようになった後遺症が残らないとされているスタンガンでも死亡事故は時折発生しており、2007年にも空港で暴れた男性が警備員にテーザー銃で撃たれた結果死亡したケースが報じられている。 また無力化ガスと称してはいたが、モスクワ劇場選挙事件で使用され結果的に、人質129名が窒息死したコリコルマイナス1のように使用してみないとわからないものも存在する。使用実績のある催涙ガスであっても、オート物が軌道を塞ぐことにより窒息させる危険性が指摘されている。軍事評論家の江畑健介は死に至らしめる可能性が完全に排除された。 自議通りの七姿勢兵器はほぼ存在しないとの見解を1995年に述べている。アメリカ合衆国の警察組織は七姿勢ではなく定置姿勢、レスリーサルという言葉を使うようになっている。ありがとうございます。